今日の着物のリメイクは、うちでちょっと忍ぶい販売しておりますので、その忍ぶいの注文によってふいの袋が必要なんですね。そうするとそのふいは自然の竹を使っておりますので、こういったものなんですけど、忍ぶいね、こういったもので、注文があった時にこれにサービス品として袋をつけているんです。それでその袋の製作が、未熟なんですけど私が担当しておりますので、今日はその袋の作り方についてね、ちょっと作ったものなどもご紹介したいと思います。そしてその袋を作るのにはね、一応着物のね余った生地を使って作ってるんですけども、それを作るにもやはりこういったね裏地とか、あとこれは着物のねここ襟の部分なんですけども、こういった表地ね、これは小紋なんですけども、小紋とか紬とかそういったものを主にね使っております。あくまでもねリメイクした後残ったものを利用して作っておりますので、そんなに同じものをいっぱい作ることはできないんですけども、ふいの長さがねいつも同じではないので、その長さによってね作ってるっていう状態で、だから作り置きもそんなにできるわけでないですので、時々こまめに注文があった時にそれに対応して作っている状況です。作り方はこういった表地ね、それから裏をね準備しまして、そしてだいたいふいのね太さ、このふいの太さが太いものと細いものがあるんですね。ですから特別太いものは特別に仕立てますけど、あとは普通なものは多少それだけではなくて応用効くようにちょっと緩めのサイズで作っているんですけども、それはね、一般的に私は作っているのはだいたい11センチ取って、それを半分にしてと、だいたいここの仕上がりが4センチいくらから5センチ弱ぐらいで仕上がって、そうすると大半の部位は入るようですので、そのサイズで作っております。こういった表地と裏地ですね、ちょっとね小さいんだけど結構裏をつけると時間がかかるっていうか、こんなことで、ここで実演するよりも今までやったものをちょっとご紹介していきますね。そして今までちょっとねあったもので、こういった裏、同じ裏と表を同じ寸法で切りまして、そしてここでこう合わせたんですね。そして余計な分はちょっと裏地なんかにもちょうど寸法がない場合がある場合は、こんな表地を長くしてね折り返しにして、あと寸法を決めてこんな形で作ってます。これはね羽織ですね、羽織の生地でした。それにあと上につけるこれ紐ですね、これも、これは何本だ、3センチぐらいのあれかな。これはミシンで縫って返すだけですので、こんなことで一応裏をつけながら、あと、ふいのこういったね、長さによって合わせて、ちょうどいい場所にこの紐をつけて、こう、安定するようにね、するっていうか、こんな風に入れて、あとこんなところをこういう風に折って、でここにこう紐をつけて、これはあくまでも自己流でやっておりますのでいろいろな方法があると思いますけど、私はこんな風に作ってました。こんな風にしてね、あとこんな風にやって、ここでこういう風な結んだようなこんな風な仕上がり状態で、皆さんにお届けしております。からね、やっぱり自然の素材を使ってるから、もう同じものは一本もありませんので、それに合わせて
こういったものとか、どうなんだ、これはね、紐をつけて一応仕上がったようなこういうものとかね、こういったからかな、柄はね、本当にあの着物の余り地を使っておりますので、同じものはないんですけども、それぞれ行くとこも違いますので、決してあのね、同じものでなくても十分皆さんに送ることができております。これはまだ紐ついてないんですけど、こういったので実際に入れてみるとね、こんな感じですね。これはちょっと、なんかいかなこの上に上げる。これとか、ちょっと長さがこんなに違うんですけどね、あとこれもこんなような感じで、うん、同じようなものもありますけど太さが違ってくるっていう、そんなことで注文があった場合には皆さんに私の手作りをした袋を添えてあの喜ばれております。そんなことでこれからも少しずつ上手になるかと思いますので、あの作り続けていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。